えと私は日鳥四さん男性でビジネスをしてお金を稼ぎたいと思って自衛隊を辞めました。 仮想通貨を使って出会い系サイトのようなものを作り、取引所より安く交換したいもの同士で交換できるというプラットフォームみたいなものを作ろうと思っています。知人からは難しい。調べてないならない理由があると言われ、納得しました。リョウさん可能だと思いますかはい、可能だと思います。別に全然作れるんじゃないですかただ、出会い系サイトのようなものを作ると、あの、まあ、男性です、女性ですとか入れちゃうと、その出会い系サイト規制法案に引っかか,かっちゃうので、個人情報をかなり入れなきゃいけなくなっちゃうんですよね。 厳密なな管理が必要になっちゃうんですけどただ別にあの仮想通貨のやり取りをそのお互いにするっていうのであれば別にその厳密な個人情報は必要ないのでえっ、ー、と PEX 何ペペだっけなんかあのその仮想通貨を売買するののマッチングをするサイトがあるんですよねペックあ、えー、と p ッ x f u l p a x f u l c o m っていうのがあるので多分それが言ってるサイトに近いと思うので登録してみて試してみればいいんじゃないでしょうか